兵道和也は、競輪選手、群馬県出身。日本競輪選手会群馬支部所属。日本競輪学校第82期卒業。師匠は、父親で、元競輪選手の兵道信夫。佐野日本大学高等学校を経て、日本競輪学校に第82期生として入学。同期には、荒井隆弘らがいる。 在校成績7位で卒業すると1999年4月17日に、宇都宮競輪場でデビューし、同日初勝利を含む、完全優勝を果たす。デビューしてから2年後の2001年8月に、開催されたふるさとダービーで決勝へと駒を進める。その後、2004年の共同通信社杯競輪、翌2005年の東日本大座決定戦でも、決勝に駒を進めた。 同年10月、松山競輪場で開催された、共同通信社杯競輪決勝では、山崎義人、佐藤慎太郎の福島勢の3番手につけ、直戦で、同大会連覇目前の佐藤を、ゴール前、8分の1は坂はして優勝した。2006年以降は GI でも、決勝へと進出するケースが増え、2006年は、高松の宮記念杯競輪、全日本選抜競輪、 翌2007年は、日本選手権競輪、全日本選抜競輪という実績を残し競輪、グランプリへの出場を決定させ、同年12月27日より、新たに実施されることになった SQS 班18名にも選出された。上記の実績から、GI タイトルをつかむところまでこぎつけていたものの、その後は、実績が伸び悩んでいたが、2010年は、 高松の宮記念杯競輪の決勝で3着に入ったことから年間獲得賞金額上位となり SQS 班の選出基準となる上位18人枠を争っていたが先行期限に当たる競輪祭最終日の特別優秀競争で1着に入ったことにより最後の18人目として滑り込み2011年の SQS 班として帰り咲いたデビューしてから一貫して 追い込みを心情としてきた選手であるが、デビューしてから4から5年目あたりまでは時折、鋭いめくりも放っていたこともあった。しかし現在は、自力で競争するケースは、ほとんど見られず、時折見せる、厳しい位置取りなど、マーク選手としての板がすっかり身についてきた。2006年の友人人脳パイでの2日目、最終コーナーで、相互接触による、車体故障を生じさせた後、 ゴール直前で外側から内側へ、ゆっくり蛇行した後にゴールせず落ち車したが、審判から関東義務違反と認められ失格となり、後の裁定で短期の圧線停止に処せられたことがある。ありがとうございます。